本日はお忙しい中、伊那学園吹奏楽部第28回定期演奏会にお越しいただき誠にありがとうございます。先輩方から代を引き継ぎ約5ヶ月、たくさんのことがありました。音楽が大好きで集まった私たちですが、何をするにも失敗の連続で、時に自分たちを見失いそうになる時もありました。しかしそんな時、宇畑先生の頑張ろうの一言と、演奏をしながら込み上がってくる音楽が大好きだという気持ちがあることで、みんなでまた一歩を踏み出すことができました。まだまだ未熟な私たちですが、これからも強い気持ちと責任を持って頑張っていきたいと思います。最後になりますが、この演奏会を開催するにあたり、ご理解、ご協力いただきました諸先生方、 OB、OG の先輩方、お父さん、お母さん、そして本日ご来場いただきました皆様に、部員一同心より御礼申し上げます。そしてこれからも伊那学園吹奏楽部を